皆さんこんにちは、米屋漫画です。本日は若尾彩子さんという女優さんを描いてみようかなと思っております。若尾彩子さんは非常に高名な日本の女優さんですね。昭和の日本映画の黄金時代というものがありましたが、それを支えた功労者の一人であると言ってもいいでしょう。シネマ旬報というですね、日本の映画の権威とも言えるような雑誌があるんですが、そこでは日本映画の女優のベスト10などの選定がありますが、そのベスト3にも入っているというほどの、女優ということになっております。この手のランキングの常連と言っていいほど知れ渡った存在という形になります。1933年に生まれて1951年に映画女優となりました。早くからアイドルとして、成功して、大活躍をしました。正統派の美人女優になって、日本の映画を代表する女優という形になりましたね。和服姿が非常に色っぽいということでもよく知られており、その人気はですね、現在でもファンがたくさんついており、海外での人気も高いというような女優さんです。しっとりとしたとてもね、素敵なところもありますが、非常なさまざまな演技ができてですね、そこら辺の幅の広さというのが高く評価されているというところが主なね、一番の特徴なんじゃないかなというふうに思っております。そして実際にね、今度鉛筆で絵を描くということにいう段階に進んでいこうかなと思っております。そして第2段階として鉛筆で絵を描くという形に突入していこうかなと思っております。今回の描き方というのは、鉛筆を、ベースにした線という形で、これにですね、ペンとか薄墨とかを入れてモノクロ作品として仕上げていくというようなスタイルを取ろうと思っております。絵には下書きをしてきっちり描く方法と、下書きはあまりしないで即興で描くというような方向がありますが、今回はスケッチ風にあまり下書きをしないでさらりと描くというような形でやっていこうと思います。そういう絵の場合はうまくいかない場合とか形が狂ったりしてしまう場合もありますが、逆にその時の勢いとか雰囲気とか気持ちみたいなのを込められやすいというところがありますね。クロッキーとかスケッチとかあとは水墨画とかそうですけど、そういう形でリラックスして呼吸を整えて、その時の気分を大切にするというような形でやるのが、このような即興画の原点となっておりますんでね、自分の直感とかイメージ、その時の気分を大切に描いていきましょうという形になります。こういう場合はとにかくリラックスして呼吸を整えて、絵を全体を見れるような形で進めていく方がいいと思います。緊張をしたりあと小さいところと細かいことにこだわりすぎてしまうと、全体感を見失ったりしますね。知らず知らずのうち目が近づいて、全体感が分からなくなってしまうという形が多いんでね、そこら辺注意ということになります。あとはパーツとして注意するべき場所はやはり目と目のバランス、右目と左目のバランスなどが取りにくいですね。そしてそれに伴って鼻とか口とかも高さがずれてきたりしやすいんで、時々透明になりながらちょくちょくチェックしてみることが大切かと思います。さて次はペン入れという形になっていきますね。鉛筆の線が入ったら今度はペン入れなんですが、今回はイメージ的には、全体にきっちりペンを入れて、そして鉛筆の線を消そうというようなタッチではなく鉛筆の線を
いいものを残していくという形で、これに、まあ、付随というかアクセントをつけるというような形でですね、黒いシャープな線を入れるというような、ね、形にしてみようかなと思っています、まあ、全体に鉛筆できっちり描いて、それで、ペンでもきっちり描いてというような絵の描き方もありますが、まあ、あの全部をね、こうシャープにきっちり描くというよりは、ポイントだけこうククッと掘り起こしてですね、絵のこの凝っているところと凝らないところのこうアンバランスを持つことによって、むしろその強調する部分とフォーカスしない部分というのをね、出せるというような絵の技法もありますんでね、今回はそういうような感じの柔らかなね雰囲気で進めていこうかなと思います。まあ、頭部を描く場合は最も大切になるポイントはやはりね、目ということになりますね。目というのはやはり、まあ、心の窓だというようなことも言われるぐらいね、一番表情が出る部分で、今回もこのペン入れというのもね、目を一番最初に、まあ、着手したいなと思うわけですね。やはり、先ほど申しましたように人間の顔を描く場合、右目と左目のバランス、高さ低さ、あとはその離れ方ですね、大きさ、そこら辺がうまく描けないことが多いんですが、今回もこの鉛筆画の場合ですね、今一つ、きっちりこうそこらのバランスが取れてないんで、まあ、大きく違うわけではないんですね。5ミリとか1センチとか違うわけではないんですが、微妙に違うんでね、そこら辺をペンで修正しながら描くというような形でやっていました。あとは頬のラインも絵のキャラクター全体を表すね、形になりますんで、本当に一本だけのたおやかな線だけど、これを大切にね、描いていくということが必要になってくるんじゃないかなと思います。さて、次は仕上げという形になりますね。全体のイメージ、そして、これを鉛筆で描いた形になりますが、ピンポイントのシャープな線、これはペンでね、きっちりと焦点を合わせた絵という形になってくると思いますが、これらを描いて、いくことによってね、かなりこう完成の状況に近づいてい、くということになりますね。で、これらができましたらですね、まあ、色の濃い部分を黒くして、そして流れとか質感とか立体感とかね、陰影とかを合わせていくというような状況に進めていくということがね、必要な段階に入っていくわけですね。色の濃い部分をきっちりね、能率的に、黒く強く描けるというような画材を使う。そして、髪の毛とか、あと顎の下とかね、髪の毛のちょっと後ろに入っているこう影の部分とか、こういうものもきっちりね、黒く髪の毛の流れとかも含めてこう入り組んだ形を出していく。まあ、これにはですね、やはり鉛筆とかペンよりももっと適した画材があるわけですね。やはり、まあ、黒いところは染みでね、黒くポーンと落とし、そして、まあ、流れとかね、ちょっとしたこうデコボコとか、そういうものはね、ダーマトグラフという、まあ、ちょっとクレヨン状のペンですね、これらを使って、描くという形でやりますと、効率よくね、その黒さとか影とか、そういう質感とかを出していけるというところになりますね。まあ、墨はね、黒く塗ればこう平たくポンとこう黒く塗るし、薄く溶けば薄く塗れるし、ダーマトの場合はね、ハーフトーンの線ということに向いたという形になるんでね、この辺をうまくね、使い分けてやると効率よくね、できると思います。あとね、忘れてはいけないポイントはね、こめかみとか額の産毛ということになりますね。あとはこう首筋に流れる遅れ毛なんかもそうなんですが、この辺をですね、和服姿の場合ね、髪の毛をアップにした女性の場合は、この辺が特徴になると思うんですけど、これはですね、いや、女性のこう艶っぽさ、色っぽさを出せるポイントとなってくるところがあるんでね、まあ、よく観察してですね、この辺のものをきっと描くことによって、またググッとね、色っぽさとかを出せるんで、絵のモチーフとしては貴重なアクセントですんでね、大切に描いてみるのもいいかなと思います。最後のこう墨入れの段階ということになりますね。まあ、これらの工程ですね、ペン入れはほぼ終了となり、そして、
あとはね本当に墨を入れてですね完成に近づけるという形になります。まあ、絵の場合ですねその面積の中にどの色がどれだけ大きく占めているかということで、その絵の全体的な色の印象というものは当然決まってくるわけですね。画面の半分以上が黒の場合はやはりね黒っぽい絵という形になるということが あるわけですので、今回は背景とかを塗らずに墨絵、モノクロの絵ということになるんで、髪の毛のね、黒がこの大きい面積を占めているんで、この絵の印象はやっぱり白と黒という形になっていくわけですね。ですのでね、まあなるべく実際のところで言いますと、この一番のメインの色というのは最初に塗るということの方が得策ですね。そうすると目がね、この黒ということを基調にして考えますね。線画だけで塗って最後にね色をつけるという形でもいいんですけど、そうすると色のイメージが後からできてくるということなんでね、まあ後から考えるよりも最初から考えて、それを土台にして、まあ色の計画を立てるという方が得策だと思いますのでね、なるべくメインの色は早めに塗った方がいいということになりますね。まあ今回の場合はモノクロですしね、墨の絵だしバックもないということで、あまりそういう辺のことは考えなくてもいいかもしれませんね。まあとりあえずですね、この髪の毛の黒というものを塗ると、この白いバランスとその中の黒という形で、この構図も決まってくるということになりますね。そして、大切なのは顔の陰影ですね。濃淡ということでね、顔の陰影に凝ってですね、顔に陰影をつけて、例えば鼻とかね、鼻の下とかそういうものに陰影をつけすぎますと、美人画の場合はですね、どうしてもちょっとこううるさくなってしまう。美人画の場合は、まああまりね陰影をつけないで目と鼻とポイントだけでね抑えるという形にした方が、まあ無難というところがありますね。美人というのはやはりこう印象のイメージが強いんで、あまり陰影を入れすぎない方がいいのではと思います。こういう形でですね、美人画を仕上げてみたという形になります。まあ、若尾文子さんなんですけど、1951年に映画女優となり、日本の映画の黄金期を過ごした後は、今度はね、熟年になってから舞台女優という形で転身して、そこでも成功されているという形ですね。非常にファンが多く支持層が多かったんで、息の長い女優さんということで活躍されました。この若尾文子さんという女優のすごいところはどういうところかと言いますとですね、アイドル時代から成熟した女優、そして熟年という形で通してですね、コンスタントに女性の主演女優ということで映画出演し続けて、その膨大な数があるということですね。可憐な女優から生真面目な女性、妖艶な女性からどうしようもない悪女、堕落していくダメ女から知的でお堅い女性、そんな形でですね、非常に多くのタイプの女性を演じ分けることができたというね、ずば抜けた演技力の持ち主でもありました。この辺でですね、主演女優でありながらさまざまな役を演じ分けられるというのは、日本の女優さんでいうとね、高峰秀子さんか若尾文子さんくらいしかいないんじゃないかなというふうに思いますね。あとはやっぱりこう脇に回った演技派というのはたくさんいるけどね、主演でなおかつ演技派というのは本当にこう少ないというところがありますね。まさしく千の仮面を持つ女優と言っていい女優さんだったんじゃないかなと思いますね。美貌と才能と演技力、気品、これらを全て兼ね備えた女性だった女優さんだったと言えますというような形でですね、思わずなんていうかな、若尾文子さんについてこだわってお話をしていましたが、こういう形でですね、自分が好きなテーマというのはやっぱ気持ちがね入りやすいんで、皆さんもご自身が好きな女優さん俳優さんを思いっきり描いて、その世界観人生観を堪能してみたらいかがでしょうかという形でですね、今回若尾文子さんの描き方ということで進めてみました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録などしていただけると嬉しいと思います。では。